One, two, three. One, two, three. ボクシングを奏でよう。君はお前の二人のように握っていたいは主導権、握らされたのはあなた自身、綺麗にするのが私自身。インラン一匹で年も最高、いい子でいたくて言っちゃった。へえ、いやいやできない、だって後ろめ。なのにあんたは自分だけ、自分がどれまた気に来るの、もうやめましょうこんなこと。ぐるぐると回るあなたとの親友、でも今は過去のこと。私は行く、おるから、もう追わないで新しい道歩いて行くわ。あんたも少しは思い知ってよ、あたいのこと。一人寂しいシャドウボクシング、シャドウボクシング、あたいの小指ふやけたわ、ふやけちまった、あたいの指、だからこれきりさようなら。紹介しよう、伊豆焼きブー高間さん。私出て行ったわ、なのにあんたは
さようなら。しっかりと、前儀が終わったところで、ざっくり頭を叩いてみれば、文明開化の音がする。DJ さん、PA さん、いつでも OK ですよ、僕、私も。OK、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 って感じで。バジが当たってしまいまして、ライブ前日に38と5分のレッド、扁桃園で、昨日の晩は歌っておりました。そして今日も、こんな涼しげな格好をしているというのに、この汗だく。もう、ね、こうみんなの前でこう歌えるっていう喜び、僕にとってそれが一番喜びだから、夜の営みもそうですけど、皆様の前でこうやって歌わせてもらうっていうのが僕はもう最高のこうエクスタシーになります。なので、ちょっとこう不自然な頃こう何て言うかな、バギの穴が開いておりますので、ちょっとずつでも前の方に来ても、僕の汗とかが飛び散らんかぐらいのとこ来ても嬉しいですね。ありがとうございます。そう、こう皆さんを煽っておきながら、まず先が長いんでちょっと静かな、ラブリーラブリーな僕のバラードなんかもちょっと聞いてもらえたらなと思って、自己紹介します。村田哲也、関西現役最年長アイドル48歳、カリスマの変態、自己紹介のソング、これ18歳の時の僕の歌でございます。僕っていう歌を聞いてください。ありがとう。これじゃ何にもできないよ。
の日も怖くない、そうだね、声も僕だからと、僕ってやっぱり単純で田舎なのかもしれません、それでも自分を愛してる。僕ってただのアホなのさ、それでもあの子愛してる。Oh yeah, my boy!
多いこと生意気なこと言ってもおちんちんが腫れちゃうぜ。おいやかこい、おいやかこい、おいやかこい。怪人怪人してんじゃねえ。大人の人も好きなのに、若手人の王女が行かせまれエクスタシー。おいバース、生意気なことやってこう。生意気なこと言ってと、晴れが言うてみやな。じゃ着替えに行きます。ちょっと待ってください。皆さんすいません、こんなはずじゃなかったんですけど、僕人生2回目の境でございます。こんな、これとは分からへんですよ。お風呂入ってるって感じ。帰りにちょっとどっか銭湯行きたいなと思ってるんですけど、堺のいいお風呂屋さんがあったらまた帰り僕にこっそり教えてください。別に二人きりで行こうとか言わないんで、ちゃんと銭湯に行きますんで、ラブホテルじゃないんでね。ありがとうございます。そして、これはもうちょっと関西でも西の方の、とある飲食業協会がテーマソングにしてもらってる曲があります。それね、こうぜひ皆様にもご紹介しておきたいなと思いますんで、ちょっと掛け合いの練習なんで僕の後についてきてもらっていいですか。もうちょっとこれなんか余計年に見えるからこれ話しますね。もう暗いから分からへんよね。大丈夫よね。じゃあいくよ。キャバ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 、ちょっとまだちっちゃい後ろのあのおっさんの方が声が出てくるからね。キャバ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 、まだちょっとやつキャバやな。ちょっと待って。キャバ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 キャ
すいませんでした。ありがとうございます。これでいつもの、ちゃんと自己紹介します。私の名前は浦田哲也と申します。ただいま11月後半から12月前半にかけてのツアー真っ最中でございまして、3日前が東京、そして今日が堺、明日は、だいたい12月1日に大阪クラブビジョン、12月4日阪神山崎駅前に、なんかお笑い衣装なのになぜか僕が出るというギャロップさんだとか、シャンプーハットさんとか浦田哲也さんとか、俺はなんやねんみたいな感じなんですけど、そして12月6日今日高政くんがやってるような自主イベント、私大阪の南、北堀へ、堀ヒルズパン工場じゃなかったヒルズパン工場というところで始まります。そこにもやはり出演していただけるのは、お笑い芸人の小樽さん、それからモノマネ芸人のバンキー矢沢さんとキクリンさんと、それから SDN48 の皆さんと、ちょっと普通じゃない、ちょっとね、僕ははみ出し者なんでこんな、ちょっとみんなと違うようなことばっかりやってますけども、中身は普通の人間なんで、皆さんこれからのこと、初めてお会いした人も愛してくださいね。浦田哲也です。耳にタコできるぐらいのことは浦田哲也です。イエーイ。それから今日ね、主催してます、高政くん、DJ ねえ、DJ ふんどし高間さん、はい、じゃない、今日はね、素敵なイベント呼んでくれてありがとうございます。それと今日皆さん僕に出会ってくれてありがとうございます。最後は12月3日のチケットを持ってきてるんで、よかったら僕にこうパクッてありがとうございます。そしたら浦田哲也を覚えてもらったところで、浦田哲也のテーマソングをいきたいと思いますので、皆さん、いきます。むちゃリブレイサイン。ウェディスのジェントルマン、センキューベイベイ、ウェイカムズのロケンロールショー、右手を上げて、ウーラータ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 ウーラー喧嘩に迷いは揺れない楽しい張り裂ける男、おたけびあげたら儀式の始まりや。ジェントルマン、手足で一発カウントで握らせ、浮かしたマスクでウィンと決めれば、そうはひとつはロケンロール、ちょっと間違っていいかブルース、とことんはみ倒せ、行くぜ、おめちゃめちゃやるぜ、めちゃめちゃ行くぜ、途中で目の行くさばきやすないぜ、めちゃくちゃ行くぜ、めちゃめちゃやるぜ、そうさ俺様が悪魔の元帥になったんですよ。聞こえる、聞いたことのある
うめき声、あいつが叫んでいるのか、俺にはどうでもいいこと。ふらつき、わからん女に媚び売り、震えているからやっぱり注射器に頼るしかない。俺の生まれた港町、うら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 。